完全にシチューでしょこれ。シチューぐらいの濃度になる。はいどうもリュウジレベル1です。はい、ということでですね、何がレベル1っていうか、ちょっとサムネにいつもねリュウジレベルって書いてあるの知ってますか？本当に申し訳ないですけども、料理の難易度じゃないんですよ。料理の難易度だと勘違いされてる方かなりいらっしゃるんですけど、あれはですね、僕が何レベルぐらい酔っ払ってるかなんですね。1がほぼシラフ、2がほろ酔い、3がデロ酔いですね。もうレベル4っていうのもね存在しますね。レベル4までいったら多分出さないと思います。泥酔してる人が苦手な方はレベル3見ない方がいいです。ということでですね、まあ、今回は簡単なんですけども、煮込み料理ですね。豆乳きのこシチュー、非常にいいレシピで、ルーを使わないんですよね。豆乳のとろみとほんの少しの薄力粉だけのとろみで食べるっていうシチューなんですけども、これがねきのこのうまみがものすごい出てヘルシーで美味しいんですよね。旬のきのこね、これを使って作っていきたいと思います。リュウジのバズレシピ。まず材料説明いきたいと思います。鶏もも肉、300g、 ちょっと硬くなりますけども胸肉でも作ることができます。きのこですね、今回ね3種、あのね種類はね多ければ多いほど美味しいです。あのきのこの旨味が複雑に煮込まれるんで、舞茸、エリンギ、しめじ、玉ねぎ、こちらが、半分 120g とか 130g とかそれぐらいですね。豆乳 500cc 使います。あとは、調味料だけ、詳しくは概要欄でお願いします。はい、それではね早速やっていきたいと思うんですけども、重要な食材を忘れておりました。今紹介させていただこうと思います。大事な大事なハイボールです。いただきます。あー、はい、じゃあやっていきます。スライスですね、はい、こんな感じで玉ねぎ切れました。この石突き落として、はい、ほぐしちゃう。こんな感じでほぐしちゃいます。エリンギは食感を出したい。なんつうの、エリンギのこの一番下の部分食えますかね皆さん。これ落として捨てちゃう方もいらっしゃるんですけども、食えますからこれ食べてください。エリンギはねこうやってね輪切りにしちゃう。肉じゃないですけど食感が生まれてですね、あの非常に美味しく、召し上がります。傘の部分はちょっとね厚切りにこんな感じで、切ってあげてください。食べ応えがあって美味しいです。エリンギねぜひね輪切りで召し上がってみてください。トイキンですね、シューなのでそぎ切りですかね、こんな感じでね、好みでいいです。小さめ一口大で、鶏の脂とかは取んなくていいです。食感とか筋とかなんかちょっとコリッとしたのが苦手な方もいらっしゃるんですよ。そういう方は取ってください。お塩ね、3本指で、やりました。結構ねがっつり胡椒の方は振っちゃって大丈夫です。これなんで薄力粉をまぶすかって言ったら、お肉ね水分保たれて柔らかく仕上がるのと、豆乳と結びついて、ルーの役割をします。肉とまぶして炒めることによって薄力粉はダマにならないんですよね。だから一石二鳥なんですよこれ。全体的にねまぶさるぐらい、これまんべんなくねやってください。これで大丈夫です。はい、じゃあですねフライパン用意してください。26から28cmぐらいのフライパン用意してください。今回はフライパン一つで作ります。大きめのフライパン用意してくださいね。炒めと煮込みを同時にフライパンでやっていきます。火にかけてフライパンが温まってきたなと思ったらバターを入れます。全体にこうなんつうの、まあこうします。まずね鶏を焼いちゃいます。でこれねはい入れていきます。皮面を下に焼いていく。これでね鶏の皮の油がですねまたバターに移ってる、非常に濃厚になりますんで、全体的にパリッといきましたら玉ねぎ今度入れていきます。はい、ね、中の場合はですねそんなに飴色とか気にしないでいいです。キノコの具材もあるので玉ねぎはねあえてちょっと細めのスライスにしてます。でこれなんで入れるかって甘みと旨味を出す役割ですね。香りも添加されますこれで。最近ね炒め料理多いんですよ、レンジじゃなくて。なんで炒め料理が多いかっていうと、このね炒めてる時の匂いで飲みたいからなんですよね。もうねこの状態で今食べた、それをちょっとグッと我慢してつまみ食いします。おこれが料理をする人の特権でございます。しめじですね、これねほぐしながら入れててあげてください。具沢山で栄養満点なんですよね。僕は結構一素材で、済ますことも多いんですけども、今回はね、数種使ってます。まあ、キノコとかはね、価格も安定してるんでいつ作っていただいても構わないと思います。はい、しながら
さっきのよーく出た油をこのキノコに吸わせるんですね。そうするとね、ぐっとキノコがうまくなる。キノコはね、油との相性が非常にいいので、鶏肉から出た油、あとバターの油、すべてね、キノコに吸収させます。キノコ炒める時も強火でお願いします。キノコの乾いてる表面がこうやってね、スルッとなってくるんですね。スルッとなってきたらもう大丈夫です。豆乳を投入します。はい、こんな感じになります。で、こっからね、ずっと強火ですよ、皆さん。コンソメ、はい、こっからね、小さじ4杯、結構ね、入れます、まあ、僕は酒飲みだからこれぐらい入れるんですけども、薄味がいい方は3とかでもいいですよ。そしたらね、もうね、あと煮込むだけですよ。煮ていくときは強火です。ボコボコ言わしちゃって大丈夫です。とろみがつくまでボコボコ沸かしてください。牛乳でもできますかって言われるんですけども、牛乳ではできないです。なぜかというとですね、煮込んでもとろみがつかないです、牛乳って。豆乳だからできる。はい、じゃあですね、強火で8分煮ました。とろみついてくるでしょ。これがね、豆乳で煮込むメリットなんですね。完全にシチューでしょ、これ。シチューぐらいの濃度になる。これでもう完成です。今ちょっと味見して。完璧だ。大体ね、これでね、3人前はがっつり取れますね。ちょっとね、濃厚な味になってると思いますね、今これ。ちょっと黒胡椒かけてあげて。パセリですね、はい。あら、かわいい。あら、かわいい。はい、秋にぴったりの豆乳キノコシチューの完成です。はい、それではできました。食べていきたいと思います。いただきます。あ、かわいいね。優雅に優雅にいただきます。いただきます。このトロトロの塩、いただきたいと思います。いただきます。なんやこれ。うわ、やぶな。とやばいくらいうまいですね。キノコのゴロゴロ感が、うわ、煮詰めた豆乳のとろみっていうのがやっぱりすごいですね、これね。鶏肉も、ね、8分ぐらいの煮込みなんですけど、鶏肉めっちゃ柔らかい。キノコのうまみと鶏のうまみが豆乳にね、すべて入ってますね。ごっさうまい。これは最高だな。キノコが食べ応えあってね、満足感がやばい。普通のシチューを召し上がっていただくよりもハルティ粉チーズパラリパラリと、これでね、コクと香りが増します。僕のシチューをこんなに美味しくしてくれてありがとう。タバスコですね。わお、うまい。もうこれからシチューは豆乳で作ればいいんじゃない。パンとか添えていただいたら多分ご飯もね、合うと思う。なのでですね、ぜひ皆さん試してみてください。なんか俺さ、酔ってる時のがさ、玉ねぎの切るの早いんだよね。これこの間びっくりした。だってあの悪魔の時さ、あれ悪魔の時の玉ねぎの切り方尋常じゃなかった。あれ俺ベロベロに酔っ払ってた。あれ